タンク間列車動画、臨時編、東武スカイツリーラインのタンク間列車です。この列車は、特定便に、東京都の東京スカイツリーを、14時4分に出発する、浅草行きのもので、車両は東武鉄道、500型3両です。この列車は、桜トレインと呼ばれ、2021年の3月22日から4月2日までの間に、限り、1日5往復のみ、東京スカイツリーから浅草の間に、かかる橋梁を、通常3分かかるところを、5分かけて走り、東京水町、および隅田川沿岸の桜など、車内で快適にお花見できるようにと、企画され、運行されているものです。車両は、特急型車両ですが、通常乗車券のみで、乗車できる、いわゆる乗り得列車です。14時頃、東京スカイツリー駅の、東側にある誘致線より、出庫してきます。通常は、後でご覧に入れる3両を、2つつないだ6両で運転することが、多い、リバティという列車ですが、この臨時列車では3両で、運転し、浅草では、あまり見られない、珍しい短い編成となっています。この駅は、6両編成分のホームの、長さしかないながらも、ホームの中ほどに止まってしまいました。この列車に乗ったのは、たまたま浅草行きの普通列車を、待っていて、運よくこの列車に乗れた観光客と、この列車を長いこと待ち構えていて、普通列車を見送ってまで、待っていた鉄道マニアが半々で、乗っており、各車両10名程度が、乗っていた様子でした。個人的にもこの車両は、初めてなので、しっかり味わっておきつつ、そんな列車に無料で乗れるというのは、やはり嬉しいものです。リクライニングとシートピッチは、こんな感じ。本日はご乗車ありがとうございます。杉田平尾通行者の100万人を記念した記念乗車券付きの橋カードを販売しております。いかがでしょうか。今日で日付が入りました。記念切符にもなります。いかがでしょうか。発車するや否や、係員の2人組がやってきて、橋カードなるものを販売していました。乗車記念の切符のようなもので、1枚150円です。今回は、買わなかったのですが、次回乗車した時には、買ってみようと思います。この桜トレインは、この日と、この翌日のみ、このリバティを使い、後の期間は、8000系を魔改造した特急列車、スカイツリートレインが使用されます。記念乗車券付きの橋カードはいかがでしょうか。本日付が入りましたし、動画は進行方向左側の車窓です。墨田区役所、墨田川沿岸の桜、東橋、うんこビルなど浅草を代表する名所を一挙に眺めることができます。墨田公園や琴問橋推しの人は右側がおすすめです。下を流れるのは北十間川で、そこに架かる橋からスカイツリーをまっすぐ眺めることができ、撮影スポットとしても有名です。ちょうどいただきます。ありがとうございます。消毒液なんで、もしよろしければお使いください。
天森川水門の前で止まってしまいました。隅田川を渡った先に、浅草駅があります。今いるあたりの下に、東京水町という商業施設があります。2020年6月に、オープンした、スカイツリーのガード下を、利用したもので、隅田リバーウォークという、浅草駅から伸びる線路に、沿って設置された歩道橋を、渡ることでアクセスできます。歩道橋からは、間近に隅田川と列車を、眺めることができ、そうした意味でも新しい東京の、名物になりそうです。いよいよ、隅田川を渡っていきます。まもなく終点の浅草に到着いたします。ぜひこの後も東京スカイツリータウン、東京水町、隅田リバーウォークを合わせてお楽しみください。本日は臨時列車浅草行き桜トレインにご乗車いたしまして誠にありがとうございました。お出口は左側です。お降りの際お足元には十分お気をつけください。到着しました。降りてみましょう。この列車は、折り返し、14時15分発、東京スカイツリー行きになります。特急専用ホームに停まります。浅草駅では、臨時列車の案内が出ていましたが、東京スカイツリー駅では、それが通過列車と表示されていました。通常は、このように3両を2つ繋いだリバティを、多く見ます。そういう点からも、珍しい運転ということになります。乗ってきた列車をお見送りします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。コメントやリクエストはコメント欄へお気軽にどうぞ。チャンネル登録と通知のオンをお願いします。では、また。